あのですね、はい、はあ、まああの寒いなあんまり。要はあのうちメール来たりするんですよ。うん、はい、ハルブロドジさんのね、まあほとんどがまあバリ雑言、バリ雑言がそんなに叩かれてたの。 9.8 割ぐらいでお前らやめろっていう。よかったそこで受け止めてもらっててこっちには来てなくてよかったわ。あと最近は僕らもちょっと見合い寄りなんで話が、はい、はあ、ニチプ寄りなんで、もうどんどんもうふざけんなお前ら死ねみたいな、うん、20年30年あじゃあ10年とか20年のハロータで子さんぶるなよって書いてんけどいや子さんやん20年って子さんやん、うん、もう20年言ったら文句言われへんしお前こそ新参者が何文句言うとんねんと思ってお前25年見たやつおれば俺逆に俺そいつセンスないやつやと思うもん。ほんまや。だって最初の方はそんな面白くなかったはずよ。山田さんなんか25年やぞ。ほんまやぞ。一番センスないんやん。ほんまや。ずるずる見とんねんこっちは。っていうまあお便りが来るんですけども。はい。綺麗な。まあそんななんかすごい悩み相談みたいなのが来てまして。うん。はい。46歳の。あの男性の方から悩み相談が来てまして、うん、そのまあ僕今好きな女性がいますと、うんうん、なんかエンジニアやってる人で独身なんやけど一回も結婚したことないし、うん、っていう人がなんか好きな女の子はいるんですけど、まあ、その子と喋りたいねんけど、もう自分にはもうそのハロプロしか趣味がないから、うん、ハロプロのことしか喋れないとつきましてはその女の子をハロオタにしたいと、うん、そしたら会話ができるんじゃないかっていう悩みを抱えててなんじゃそれはどうしたらいいですかと、その女の子をハロオタにさせるにはどうしたらいいですかっていう悩みのメールが来てて、どうもこうもないと思うけどな。本当に心の底から知らんがなって思ったんですけど、どうもこうもないよ。あ、でもちょっと動画のヒントにさせてもらおうと思って。あ、なるほど。その女の子20代なんやっていやちょっともういろんなところに無茶があるんじゃないか。46歳で20代好きなんやけど、まあ、山田さんみたいなやつやなと思って思ってんけど、うん、ちょっとさ俺らになって考えてみようやっていうさ、うん、その女の子をハロータにさせたいと、うん、だけどその女の子もう多分忙しいやろから、うんうん、すぐにはならないじゃないですか。長く時間かかるじゃん、これオタクにさせるから。まあね、うん、まあ、でもこのこれを見せとけば、うん、もしかしたらファンになるかもなっていう曲とか PV とかをちょっと3曲ぐらい上げてみえへん。なるほど。3曲じゃなくてもいいよ、3シーンでもいいんだけど、まあそのハロプロが、うん、刺さる瞬間自分なりにこう進めてみる。なるほどなるほど。だから相手がおっさんじゃないから、女の子、女子ね、うん、女の子にはこれが刺さるんじゃないかなっていうシーンまたは曲をですね、うん、あ、ちょっと一人ずつ上げてみてはどうかなと。そのおっさんのために、そのおっさんのために、そのおっさんがまずその女の子が好きな、もうお前が好きになれよって思うけどな。だからあかんねんとは思うのだが、確かに自分の、うん、自分のあれば彼を押し付けてもな、何フィールドにおっさんのに持ってこいとしとんねんとは思うけども、いやいや、だから独身やねん。なるほど。そんなことができないから決まってるでしょ。そうですか。いかに俺はそれを変身したかったか。なるほど。かかなんかグッとこらえて、わかりました、じゃあ動画作ってみようと。なるほど、うん、思います。優しい気持ちでね、はい、考えてみましょうか。じゃあちょっとじゃあ三木さんバージョン、山田さんバージョン、うん、としてちょっと聞かせてもらえたら、はいはいはい、嬉しいんですけど。まあ一曲ずつ。じゃあでも全然やっぱまあベタなんがいいと思うんですよ、うん、その重箱の隅についてもしょうがないし、うん、で結構その、まあ、僕は割と何映像をかけて、はい、そのなんかハロープロ全然知らないやつに見せたりとかもしとるので。ああ、そうですね、普段やってますね。布教活動、布教活動やってるわけ、意外としてるんですけど、やっぱいいなと思うのはやっぱ46億年ラブ。ほう、
ミュージックビデオ込みで。ほんま？その YouTube、 もう YouTube しか見ないんですよ、うん、今時の子なんか特に、うんうん、もうなんかあったら YouTube で見てみようっていう、うんうん、じゃ PV はもう今見てもしょうがないんですけど、うん、で46億のラブ、まずまあ曲がいいのはいいじゃないですか、わかりやすい、はいはい、でめっちゃ耳に残ると、うん、でどっかでかかったらこれはなんか今、うん、あの時あいつが言ってたあれやなと、うん、なるし、うん、で今でもやるから、うん、常に最新の46億のラブが聞けると勝手にアップロードするやつされてるけど、うんうんうん、上がってくるんですよね、うんうんうん、でメンバーもまあ今すごく可愛いから、まあ、やっぱ流すとみんなやっぱり記憶にすごく残るんですよ。これでそれで好きになるかどうかはまあまだちょっと違うんですけど、うんうん、まあその定着させるっていう意味で。そうそうそう、なるほどね。でアンジュルムのそのもうめっちゃ可愛いし面白いし、うん、曲がいいし、うん、でまあ神子だリカ子だあの辺だとか、うん、いろいろその結構個性的な顔してるメンバーがおるし、やっぱあれの曲ってソロパートをすごくこういい感じにやってなんかやってるから、うん、一人一人がこうキュッと映って、うん、あ今の可愛いみたいなのがね、うん、結構あるんですよ ね、 ね、ライブ映像とかを YouTube に上がってるやつを見て、あまあまあそれいいんじゃないかなとは僕は思いますけどね。うん、46億年、うん、まあ間違いはない。なんかあのでも歌詞がちょっとあれじゃないですか、歌詞がなんかちょっとどういうのかな、うん、小賢しいっていうかなんかこうとこがあるやん、そんなポップじゃないっていうかさ。なんか歌詞なんか聞かないですから、なんかもうみんな夢に見てた自分じゃなくてもなんだっけ、じゃなくても、うん、的に暮らしていく今時、うん、うるさいわってラストの感じでうるさいわって言うなよ確かに、なるでしょ、なんかそんなんさいちいち言われることじゃない感がある、うん、多分あれウォーターが言うてるからじゃないかな無駄感あんねんな、あの曲いやでもなんか今のライブで見たらカワムーが言ってるから、カワムーが、あー、うん、カワムーね、カワムーが言うのは意味があるね、カワムーが言うからいいのよ、そうね、そう、それはそうかもしれない。 PV を見せると、いやだライブ映像っすね、ライブ映像 YouTube とかで勝手にいろいろオタクとか切り抜きとか上がってるあれを見せた方がいいんじゃないかと。 PV なんか全部ダサいし、でやっぱりもうこれまあまあいいか、あとでも言う、まあいいか、うん、まあ大体折れへんやつ映ってるから、はいはいはい、PV って、ああそうね、あこれでおってなっても、うん、そうか、そいつ今おらんのよって、まあ、確かに確かにめっちゃあるんですよ、それは確かに、あのなかなかハロープロミュージックビデオ進めにくい一個やな、それは俺らは慣れてるから、うん、そんなもんやと思って見てるけど、うんうん、おらんのかい、うん、なんじゃそりゃって、うん、いっぱいあるんすよこれ、下田それはちょっと盲点やった、そうらこれないよお前、だから今のライブ映像でもさ、今時清水さんのファンになる人とかもおるわけやんかいやたまにでもおる、見かけるやん、たまにいるけど、たまにいるやん、カントリーガールズのカントリーガールズ確かにそう、ベリーのキャップのファンとかおるけど、そんな既得なやつはもう、うん、そんな人少ないよ、はっきり言って。でもおかしいやつやから。で、それを見せたときに、その相手の反応は、予想する反応は、20代の子が。いや、もうそんな。あ、この子かわいいとか。46億年見て。うん。なるって。今のアンジュルム信じろって、みんな。信じろって。アンジュルム信じたい。今のアンジュルム信じろって。ほんま？みんな。今年いっぱいやで。信じるけど。信じて、今のアンジュルム信じろって、みんな。みんなで背中押そうや。かわいいからね、みんな。そうね。結構みんな、かわいい。顔がまだ結構別個やから。うん。だからやっぱそれこそ松本若菜ちゃんとか。うん。そ好きになるかわからないよ、うん、すっごい子供みたいなやつおるってやっぱりなったりとか、うん、あるのよやっぱり、ね、個性が出てる曲これがいいんじゃないかと思うわけでございますね、うん、46億年ラブか、うん、いや続けていこう三木田さんで2曲目ですか、はい、これもベタになっちゃうんですけど、うん、まあ初恋サイダーですよね、あやっぱりどうしてもそれやったな。どうしても初恋サイダー。ああ、でも効果的かも。だ逆これはもう逆に一番この近年も近年でもないんだけど世間に刺さった曲ってなればこれはもうね間違いなく初恋サイダー。まあまあそうね。もうそうね、時代が時代なら間違いなくレコード大賞思うんやったわな。逆にある意味でもハローダも最高傑作ジャイとか言うてるけど。結構思ったよりやっぱり広くレンジ、うん、そうね、地下アイドルは全員1回はやるというし、
やっぱりもう覚えやすいし、うんうん、でやっぱり某の鈴木愛理先生も頑張ってるから、うん、あこの子見たことある、うん、もうちみしてまあこの子見たことある、うん、宮部ちゃんだけど誰このギャグってなってるんだけどなるこれ絶対見せてなるんやけどなるよベリーズコーン夏焼き宮部さんって言う人でとか言ってそうなのって言ってなるんだけど、うん、そうと会話が生まれるそうなのよ知ってる知らんってなってもそれでもういいじゃないですか三段落ちやから基本やっぱ初恋サイダーこれが一番聞いたこと絶対あるんですよそうねでそれで全くないってやつはもうそのアイドル的素養が逆に言えば全くないからもうそれはもう鼻から歯を出すのは無理よ、うん、でもどっかでそういえばなんかアイドルは知ハロプロは知らんけどこういうアイドルにちょっと見てた時期あるなってやつは初恋サイダーが絶対知ってるわけやから、うん、これ改めてドンとまあ PV も可愛いし、うんなんか横ありのラストのやつとかね、うんうんうん、なんか武道館で調子悪かったけど歌ってるやつ、うん、あとまあ忘れちゃいけない指祭りで指祭り、はい、それこそ全盛期指原全盛期の中3人で行っても全員を取り込んで帰ってきたという、うんうんうん、ハロータだけが誇ってるこの指祭りの映像といい、うん、この YouTube ございたぶんあると思います、うんうん、初恋さん一つ撮ってもいろんなんがあるから、うん、なるほどこれがそれを見せろとこれがもう一番いいですねでもその女の子は言いませんかねこのなんか天の声から聞こえてくる声は誰って言いませんか25周年の時のやつそれは見せへんよそれ見せたんのは見せへんもう2人しかいないんだけどいやもうそんなん見せへんもん今のはそれは見せもうなくなったんだよ棒はないんだよって言ってごまかすしかないそれはあと横割りのやつが見せあこれ俺持ってんとか言ってごまかすしかないよ、うんまあなあでもボード見たいってなってもそれで見れへんからなあそうなんだそこがネックといえばネックよまあでもまあまあ間違いないでしょう初恋サイダーはそうねいや46億円よりいいと思うわうそん、うん、うそんいいわ初恋サイダーはやっぱでも現役のもんもね絶対入れとかんとあかんからなるほど、ね、そうなのよ果てしない時の向こうを巡り合う明日がある。その夢を抱いて走れ。あなたを待つ未来へ。これ松原健志、宮崎優香、伊勢麗也の夢を抱いて走れじゃないですか。あれか。あれですよ。あの大ヒット曲。知らないの？わかりました。うん。じゃあ3曲目なんですか。3曲目ですか。うん、僕のまあまあこれは本当に。46億にもそうやし、うん、初恋サイダーにもそうやしちょっとポップポップで来たんです、うん、ちょっと合わせに行く形、うんうんうん、でもやっぱその好きな女の子に聞かせるとなれば、うん、やっぱ自分のこう、うん、我を、うん、エゴをこうポッと出すっていうのもいいじゃないですか、うんうん、だからもう基本的には好きな曲でいいと思うんですけど、うん、まあ僕が選んだのはやっぱり Be Happy 恋のやじろべえしました俺こんなん好きやねんっていうのをもう見せますそこで興味ないやん絶対にいやーやばいよ曲なんやでビーハッピー恋のやじろべはやばいよ離れるで多分それだきもってでもそれこそ好きな曲ランキングで、うん、言った通りあのマジグッドチャンスサマーとも迷ったのよまあマジグッドチャンスサマーの方がいいんじゃない、うんま、でもやっぱりビーハッピー恋のやじろべがいいかなと思って相思相愛がいいなと思って同じコップで感動したいなってやっぱり言っていきたい。いやあのうんいやそうか、うん、きついねでも結構やっぱ、やっぱそこでちょっと三木田さん童貞出てくるね童貞が出てくる童貞が出るね俺もハロプロやんかやっぱちょっとビーハッピーこういうのやじろべもいいやろうがあるよねやっぱまっちゃんが出てたのいやビーハッピーこういうのやじろべダメかねそれちょっとあかんのちゃう。聞いてほしいもん。首ひねると思うで。ほんま、キモいよ。初めて聞くんやで、だって初めて。今夜も大好きが止まら止まら止まって言ってるって。キモいよね。あら素敵ってなんじゃないの聞かされたら。でももうあれで聞いても無理やったらもう無理無理。だって元が気持ち悪いんやから。その、シソのエンジニアのやつは知らんけど。あれ歌ってだけで気持ち悪いんだから。もう気持ち悪い、気持ち悪いをかけていかないと。もう大穴狙いよ。そうか、そうか、
な、あの気持ち悪さって何なんやろね。そのもうさ、今の子らが、まあ、例えば韓流とかを当たり前に見てるとしてよ、あのその頃のハロプロのなんか気持ち悪さってあるやん、ちょっとわちゃわちゃしてる感じっていうか、独特の空気感がありますよね、うん、あれなかなか理解してもらえない。まあ男しか好きじゃないからね。女がやったら好きな曲も、まあ、あるんですけど、他にも、はい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 、まあ言わない、まあどうだろうな、で迷った実際そっちに行くか、あと好きすぎてバカみたいも割とありです、うん、あれはね、なんかしらんけ女の子やったら結構好きなんです、うん、あれ好きな女の子って多いんですよ。そんな4つも言っちゃったけど、じゃあそっちにして、そっちに。さすがにちょっと不評やったから、なしなし、じゃあ好きすぎてバカみたいにするわ。分かった、もうそっちかけるよ。あれな、じゃあ、いやだからチャンスが3曲しかないわけですよ、うん、ね、そうよ、僕らがあええー、なと思う女の子を、うん、落とす時の3曲、落とす時の3曲やから、それでちょっとなんかそんなネタに走ったらあかんのちゃう、こういうのやじろべえダメ、それちょっと1個ぐらい、そのちょっとそういうのもう、それはもういるんちゃん、右田アウトわなるよね、やっぱええやん別に。なんでケツしばかりなあかんのよ。いやいや、吹き矢の方、昔の方や。ほんまに痛かったって言われてるやつや。なるほど、わかりました。じゃあ参考に、46歳の方、じゃあこれ今回ミキタバージョンをお送りしましたけども、はい、あら、参考にしてみてください、してみてください、ね、してみてください。ありがとうございました。